彼かかららいつもも気にかけてもらえる彼がいつも LINE の連絡メールの連絡をね、えー、ちょくちょくしてくれるこういう女性というのは多くの場合彼にあることを言っていることが多いじゃあそういう女性は彼に何を言っているのか今日はこのテーマについてご紹介していきたいと思いますのでどうぞ最後までお付き合いください こんにちは小川健ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しください彼が頻繁にねあなたに連絡をしてくるような場合そういう場合ってどうなんでしょうね えー、お付き合いの初期段階というのはねまあ割と男の人はねよく連絡していきますよやっぱり自分のものにするためにしかしだん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 時間が経っていくるとね、えー、その連絡の頻度というのは少なくなっていくこれは、まあ、釣った魚に餌はやらない理論ということで、えー、何度かお話を差し上げてるのでね、えー、かると思います あの、あなたが嫌いとかね、好きとかいうことじゃなくて、単純に、まあ、彼のモチベーションという意味でね、もう、付き合って自分のものにしたから、えー、連絡をしてこないんだっていう話。えっ、ー、と、まあ、最近もその話をしたかな。えっ、ー、と、まあ、前にもその動画はもうね、ここに作って、えー、いるので、えっ、ー、と、ここにもリンクがあるので、まあ、それをちょっと合わせて見ていただければいい話なんだけども、えっ、ー、と、基本的には連絡をしてこないんだけども、それでもね、ちょいちょい連絡をして、 くれる人っているんですよね。もちろん、これは個人差ありますよ。もう、そういう人っていうね、まあ、連絡をするのが好きっていう、そういう男性っていうのもいるんだが、ある、ちょっとね、工夫をするだけで、えー、彼がね、割とこう、まめに連絡をしてきてくれるようになる。特に、最初の段階、 えー、まあ完全にねあなたにまだ彼がスイッチ入ってないあなたに恋愛モードに入ってないまあ親しくなっていきたいモードに入っていない男性なんかに対してまあこういうことを言うとまあなおさらねこう彼はあちょっともっと頻繁に連絡をしていこうかなっていうふうに思うことになるし、えー、若干今言ったようにこうモチベーションがね最初の時よりもこう恋愛感情が嫌やや 下がってきて、つった魚に餌をやんないぞって言ってる男の人でも、まあ女性がこういうことをしてあげると、頻繁にね、あれなんでこんなに連絡くれるのかしらっていうぐらい連絡をね、してくるようになるという話。じゃあそれは女性は何を言うとそうなるのかという話なんですが、いつもの話をね、今日も思い出してほしいんです。男性は組織の生き物だ。 え習慣が大好きだ。えー、まあ自分で決められないとかね。まあいろいろそういう男性のパターンがありますよというお話を差し上げています。えー、男性は序列が大好きなんですよね。序列が大好き。まあ組織がね、えー、大好きだから、序列が大好きなんです。自分が他人よりも上。自分が他人よりも下。とかね。えー、自分がどこにいるかっていうところで、えー、自分のこう満足感っていうのは変わっていくんですよね。 まあ人は誰だってね、人よりも上にいたいというかね、えー、誰かよりも自分は何かできるという自尊心をそこで満たすわけじゃないですか。あ、私なんか、あ、俺なんかできてるみたいなね。組織が好きだから、その組織の中で自分のポジションを確保していくためには、やっぱりそういう自尊心っていうのはインセンティブになるんですよね。じゃああなたとの関係の中で、 どうすればいいかというと、もうここまでね、お話しすると分かりますよね。えっ、ー、と、彼を持ち上げてあげればいいんです。持ち上げてあげるというのはどういうことかというと、褒めるとかね、えー、まあなんかいろんなことを言って、まあ、モチベーションを高めてあげるとか、まあ、いろいろあるんだが、もっと簡単な方法がある。えっ、ー、と、だいたいね、あざとい女はやってる。あの、あなたの前にもね、この女、と思う女の人はね、だいたいやってますよ。何かというと、 自分ができないことをちゃんと伝えてるんですよね。正しく言うと、自分がやりたいこと、やりたいけどもできないことを伝えてるんです。単にね、できないとか、えー、単に何かこう、ね、まあ状況、環境のせいにして愚痴めいたことをね、だら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 言ってるだけの人っていうのはね、まあこれはちょっとめんどくさいなっていうだけの話じゃないですか。ただ、 何かこう自分でね、えー、些細なこと、小さなことでもいいですよ。あのー、なんか例えばね、地図が見れないんだ。とかね。あ、ちょっとパソコン苦手でね、IT 系のこととかよくわかんないとか、えー、まあね、ちょっとテレビのアンテナの設置の仕方が私そういうのよくわかんなくてとかね。やろうと思ってこの間引っ越ししたんだけどね、とかね。えー、 ま、時にね、しっかり者の女性に限ってね、いや、私う,うこと全然何でもできるよ、みたいなね。え、パソコン、うん、なんか、え、ビデオカードとか私買えようか、とかね。えー、自作だからうち、みたいな。まあ、そういう人はそういう人で、まあ、それはそれで個人的にも興味深いんだけども、あのー、まあ、でもね、そういう何でもできちゃう子っていうのは、まあ、男性としては手の施しようがないというか、まあ、やっぱりこう、変な言い方ですけどね、マウント取れないんですよね。マウント取れないの。俺の方が偉いっていうふうにできないんです。 だから女性がね、私こんなことをやろうと思ってるんだけど、こういうことできないんだとか、これに関してはちょっと苦手なんよねとか、こういうことってちょっと私には難しいかもみたいなことを言われると、あ、じゃあ手伝おうかと。できる俺を見せてあげたくなるんですね。そのお相手のことをね、好きかどうかは関係ないんです。できる俺を誰かに見せたいの。だから気になるんです。そして、できる俺を見せたいな。そして、 その中で、えー、あなたがやってあげたことに対してね、わーって喜ぶでしょ。えー、喜ぶと、ますますやる気が湧くわけです。で、そんなやり取りをしてるうちに気づいたら、あなたのことはね、気になってしょうがなくなるんだよね、本当にね。そして、できないことっていうのを、やっぱり伝えといてもらうと、あれどうなってるだろうとか、あれちょっと大丈夫かなって、やっぱりまあ、人ですからね、当たり前ですけど、男女という以前に人なんで、やっぱり気にかかるんでね、あれ大丈夫とか、あれどうしてるかななんていうことは気になっていく。 まあそうするとあなたを気にかけていくのがね、癖になっていくんだよね。なんか常にこう、いい意味でね、いい意味で心配というか、いい意味で気にかける存在になって、気にかけてもらえる存在になるんです。だから、まあさっきみたいにね、あざとい女っていうのはね、最初にそういうこと言うんだよね、これね。だから男の人はすぐ引っかかるの。バカだから。ね。 まあ僕もバカですけど、あの、<laughs> そういうね、ちょっとこう弱そうな女の人というかね、えー、ちょっとこう自分がマウント取れそうなんだ、だから別に弱そうになれって言ってるんじゃないですよ。弱そうになれって言ってるんじゃなくて、えー、逆にね、あんまり強い自分というかね、しっかり者の自分を演出しすぎない方がいいですよという話、えー。あんまりね、私これだけのものができてるの、私こういうことできますよということをお話をするよりは、 若干できない弱いというかね、弱いところっていうのをお見せして、できない自分をちゃんと見せてあげて、彼をまあ持ち上げるわけじゃなくてね、彼にそれを教えてよということをまあ伝えてあげると、あ、そうじゃあ、ちょっと俺、力見せつけちゃうっていうね、そこまで思わないにしても、そういう欲求がね、むくむくと。 立ち上がってくるわけで。そしてあなたに何かを教えることで、えー、彼自身がね、そしてあなたが喜ぶことで自尊心が、えー、満たされる。やがてね、えー、まあ、ちょっとこう彼がリードしているような状態で、えー、あなたは彼から、まあリードされているようなね、えー、そんなポジショニングを取っていきながら気づいた時には、立場逆転みたいなね、えー、最後の最後は、 気づいた時にはあなたがリードして、えー、彼をぎゅっと引っ張っていくという、だから最後の最後、彼をね、あなたの方にこうに連絡をさせたり、気にかけさせたりすることまではできるんだけども、そこから先はどうするかというと、えー、とこれ、いつも言ってますね、えーと、ずっと一緒にいたいというか、本能的にね、本能的にはこういう、えー、女性とずっと一緒にいたいという話を、えー、しました。リンクがここに出ています。 まあ、どういう人かっていうと、まあ、お母さんみたいな人よね。だから、できないできないだと、ずっとそれだとね、男性も面倒くさくなってくるので、最初はできないでいいんです。できないえ。自分の弱い自分もちゃんとお出ししてあげると。そして、彼が、それに、それを気にかけてね、連絡をしてくれる。えー、そして、それが、彼の中でずっとね、意識と意識づけされて、気づいたらあなたと一緒にいて、あなたのことが好きになって、あなたを頻繁にね、こう気にかけてくれるようになってくれて、 えー、気づいた時にはあなたのものと。ただそのまんまだけだとね、飽きられてしまうので、今度は逆転をさせて、あなたが今度はリードをしていくというね、えー、先ほど申し上げたように、最後の最後は女性が引っ張り、男はその後ろにくっついていくっていうのは一番理想的な形だから、まあそこを目指していただくといいのではないでしょうか。度合いの問題もあると思うんですけどね、さっきも言いました、最初からあれができない、これができない、私はこういうことを、えー、 ねえー、やりたいけどできないでも何もしません誰か助けてみたいなねまあそれは単に面倒くさいだけだから何かこう一生懸命やろうと思ってるんだけどそれがなかなかうまくいかないんだとか、えー、やっぱり本当に、ね、やりたいと思ってチャレンジしてみようと思ってるんだけどそのやり方が分かんなくてどうこうどうすればいいのかっていうことがちょっと考えてるんだというような、えー、形ですよね。 単純にこう甘えて支えてもらうっていうことだけじゃなくて、やろうと思ってるんだけども、もうちょっとね、プラスアルファの力をあなた貸してよというぐらいのポジショニングでいると、まあ、誰だってそうじゃないですか。それはね、まあ男女関係なく頼ってこられたらね、力になりたいと思うし、え、一生懸命やってる人見て応援したいと思うっていうのは、それはもう本当に人としてのある意味本能的なところもあるので。 まあそこをね、えー、ちょいと刺激してあげる。だから弱みを見せるというと、ちょっと誤解があるかもしれませんが、まあできないことを示す。だから力を貸してほしいということを求めてあげると。まあそうすると、あなたは気にかけてもらえる。えー、彼がいつでもね、あなたに連絡をしてくるようになる。えー、いつでも追われる女。いや、追われるかどうかわかりませんけどね。まあ少なくとも気にかけてもらえるようには、なるので。で、その方があなたも楽だしね。あんまり突っ張って、 突っ張ってるわけじゃないんでしょうけど、ね、できる自分でいうふうにいるよりは、まあ、助けてもらえるところは助けてもらった方がいいしね、お互いに。えー、ということで、まあ、そんなこともね、ちょっと日常のコミュニケーションの中に取り入れてみていただくと、まあ、あなたも彼からね、えー、追われるようになり、連絡が来るようになり、そしてあんまり不安や心配もね、感じなくなっていくのではないでしょうか。